グレンベールの墓、死んだ犬の酒場にて、日常マイケルでございます。おっと、オッケー。よしよし。なんか、まあ、最初がバグるのはいつものことなんですが、サブちゃん用に、プレステージ回してる途中のマイケルでケーキを消費している最中でございます。どうも。ここってさ、めっちゃ見通しいいから、隠密しにくいけど、逆にこの広場で適当に見とけばや、見えてるんだなぁ。探してるね、俺のこと。めっちゃ探してるよね、俺のこと。あ、そして安心して回し始める。あ、気づいた。よし、めっちゃ止まった。めっちゃ止まった。OK、行こう。もうパークは、稼ぎパークバベチリレベル1やけどつけてて。んで、ハメつくんで交代させてのイタチトズさん、あるやつ適当につけてます。さあ、この人早速レベル3で、まだ溜まってると思わないんじゃない？早すぎて早見翔になったわって言いそうよ。やった。これはきついでしょうね。えさあさあ、んでこの上見に行こう。この上結構回ってるはずだから、ちょっと邪魔しに行きたい。あ、治っちゃうか。早いね。でも2人ぐらいおるんじゃないんかな。言うて、かなり早い。これも1人目倒してるはずやから。うん、こっち側からいこう。この壁強いし。あそこもおるな。降りてないか。いや、おる。この人が、くるっと回って、なあ、なるほど。しかしレベル3は窓越えも早い。しかしさすがに追いつけない。なんかおる。今飛んだ。今から飛んだよ。おるよ。これやりたい。オッケー。ここで倒れるのはまずいんじゃないの。やで、やったぜ。これちょっと半分切らすまでさすがにキャンプしよう。半分切らしたら、お、なんかおる。なんか落ちてきた。いや、見えてる。その策は来てない。そのせい、見えてる。まずいんじゃないか。えい。よし、壊滅状態。いないね。いいか、ジェイクやるか。いやー、いい感じに据えたなー、ね、見通しが良すぎて隠密できないけど、逆にサバイバーも隠れる場所がないから、適当に見て回ってたらめっちゃ据えたといういい例、で、もうこつっての、はい、で、起こす。おっと、この子いいんか、ええんか、 DS ありそうかな。ちょっと一応警戒するか。んで、救いに来てるよねー。追うかー。いや、ちょっと間に合えへんかな、これ。はい、ケルフリー。無理かな。ええか。蹴ろう。おい。で、はい、ボーンで向こう行って。まあ、この人、DS あるかもしれん。ま、なんかおる。おった。血の跡見えとる。危ない。地形切らなかったね。起こしてて。来ると思ったからロッカーに隠れたんかもしれん。とっさに。よし、起きた。よしよし、もうメグやっちゃいたいけどな。おっと、もうこの人が見つかっていく。で、歯はなかった。ストレートか、蹴って来てない。来てない。手出すやな。これ便利やな。睨んだら結構分かりやすいもんね。おお、こっちに来てた。倒さない、マジで。それはまずいんじゃないか。するわ、終わりや。メグ、いやー確かにあの板はゴッドパレットやけど、それでも命よりは、命と比べたらさすがに
命の方が大事だぞ。ゴッドバレットと命。おい、ちょっとこっち突っ込んできた。はい。おわあ、そうか、この人が救われた人か。こんだけ DS 警戒しといてここに来て食らったわ。結局まあ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 言うて、でも余裕はだいぶあるね。これはちょっと早く見つけて次釣っていきたいな。お、やってる。おっと、ちょっとそれはやけくそでは。OK、うん、でまああーここな、ここ窓ね、そこの窓越えない、間違えた、あるか。はい、でそっち行く。ここが、はいはい、先回りします。越えちゃう。 OK、 ここね、あの登ってくんのかしっかり見た上で、上で待てる人もおるんやけど、でもなかなかね、あそこね、しっかり見すぎるとなんだろう、普通に切られちゃうので結構難しいとこなんよな。あそこの階段の上、あの飛び降りずに上で待つっていうのは予測でやるしかないかもしれん。先回りを予測してね、結構ギリギリやねんな、タイミング的に。はい、終わります。よし、あとは、救いに行っとるわ。やらしてもらおう。ウィスー、はい、心音がほぼないからボロ体が聞いてないのかボロ体があるのか全然分かれへんな。心音、ウサギの死体かなんかつけて、あの心音12メートルしかないんでね、観察虐待つけなくてもそもそもがむちゃくちゃ小さいのよね、この距離って。よし、ほぼレベル3になった。イエス、やった。これはでかい。さあどんどん釣っていこう。この人は何回目や、なんかもうちょっと最初のわちゃわちゃがすごくて全然釣り管理できてないけど、まあまあ2回目かな。でこの人も1回 DS、 あ、じゃあこの人 DS 測れた人じゃないわ。測れていく。こっちか、はいはいはい、一瞬不滅かと思ったけどちゃうかったな。さあ、んで救いに行ってる、もしかして。あ、行ってた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 。これは終わりや。 OK、 よし、で、あとジェイクやって終わりやね。よっしゃ、いやーい、あ、DS かー、あ、ちゃうかった。はい、というわけで、いや結構そっか、俺ここのマップ不利かなって思っててんけど、まあでもサバイバーがうかつやったかな。意外と適当にこの荒野でさ、目渡しいいところでブーンって周り見渡しながら睨んだら意外と吸えるんかもしれんな、マイケル。ただまあまあ、うかつなサバイバーがちょっと多かったかもしれない、今回は。だけど、思ったよりは戦えたね。こういう日、だだっ広いマップ、マイケルすぐ見つかるからもう全然アカンイメージだったけど、逆に隠れるところがないっていいんかもしれん。はい。というわけで、サムちゃん用動画でございました。これちょうどいいんじゃないかな。結構面白かった。はい。パッチング、おっとっとっとっ と、結構離れてたな。意外と結構離れんねよな、ハイズ行って。こうやってまあ、 あのマップ上をさ、うろうろしてサバイバー、ハイズってるサバイバーを探してる間に移動してるからなんやろうけど、まあでも移動しててくれてよかったわ。結構向こうの方に3人全員釣ったから、あのフックない事件起こってたから、むしろあっちの橋の方に逃げられてたらフックに届かなくて、あおってなってちょっとめんどくさいことになってたかもしれない。というわけで、サブちゃんの方もご視聴ありがとうございます。 GG バイバイ。